自己分析ならマジキャリ。年間相談件数1万件の実績からあなたのキャリアプランを一から作ります。転職成功までコミット。転職するか迷っていても OK です。無料相談枠には限りがありますのでお早めにお申し込みください。詳しくは概要欄から。一般論ではなくて自分論で重要性を語るってことかな。流行る第1位はこんにちは、滑らない転職エージェントの末永です。今日のテーマは何でしょうか。はい、今日のテーマは面接で聞かれる難問、はい、トップ8について話していきたいと思います。はい、お願いします。今回このテーマを設定した背景なんですけど、はい、転職者視点で面接で答えにくい質問ってと思ってますと、はいはいはい、以前激ムズ質問トップ3みたいな動画出したと思うんですけど、うん、反響があったのでさらにそれを広げてトップ8っていうようなちょっと網羅性を重視した形で今回企画させていただきました。了解しました。はい、なのでこれってどういう意図で聞いてるのであったりとか、実際的に模範回答としてどう答えればいいのっていうところを今日は深掘りできればなと思うのでよろしくお願いします。わかりました。そしたら早速質問なんですけど、はい、第8位の発表からお願いします。はい、第8位は現職でもっと頑張れたんじゃないですかです。ありがとうございます。これってそもそも面接官の方ってどういう意図で聞いてるんですか。2つポイントがあるかなと思ってて、1つは他責じゃないかどうかを確認するため、マインドや姿勢みたいなところでね、仕事である限りはどの会社でどの業界職種に就こうが仕事は仕事なんでね、お給料もらうわけだからある程度ストレスがかかったりとか、まあ、楽ではないことが多いよね。なのでそういう大変なことが多い状況の中で自分にはコントロール外のことだと全部を決めつけちゃってシャッターを下ろしちゃったみたいな人って結構多いと。そういう人なのか、もしくは何かしら自分で変えられるものをちゃんと着目して、はい、改善行動を取った上で判断した人なのかっていうのを見てるみたいな、まあ、そういうことかな。あー、なるほど。はい、ありがとうございます。2つ目は何なんですか。2つ目はシンプルにストレス耐性が高いかどうかみたいな、そういうところかな。なるほど、うん、ありがとうございます。はい、2つの意図があったと思うんですけど、うん、この質問に対する答え方の注意点とか模範回答ってどういうのがあるんですか。うん、大前提そもそも裁判ではないのでいくらでも解釈次第によってはどっちがいい悪いとかっていう話はあるけど、はい、この場においてそれが重要なわけじゃないんだよね。本当にどっちに責任があったのかっていうことを検証したい場じゃないと。転職者自体の特質を見てるんでね、そこをジャッジしたいだけなんですよっていうことを混同しちゃダメだよってことがあるんだけど、その上で2つポイントがあるかなと思ってて、1つは一旦肯定しましょうっていう話だね。例えばもうちょっと今の会社で頑張れたことあるんじゃないのって言われたら、知ってないですみたいな、もう私やるべきことやったんだよみたいな、あの会社が悪いんでみたいな感じの時点で他責感が強そうじゃん。自分事としてなんとかこれを変えられないかなっていう姿勢を示す、これが他責自責でいう自責なんだよね。だからそれがありそうか、もしくは他責の人かっていうのを見極められてるわけだから、絶対やりませんなんてありえないわけでしょ。はいはいはい、 100% 余地はなかったですみたいな。はいはいはい、で今日は肯定して あったかもしれませんって言われた方が自責だよね。なるほど、スタンスとしておっしゃる通りそういう部分もあったのかもしれません。そう、一旦受け止める。そういうこと。受け止めて肯定した後はどうするんですか。他責に見えないようにアウトプットするってことかな。よくその定数と変数って言葉を仕事とかビジネスでもよく使うけれども、定数っていうのは自分が関与しても変えられないことが定数、で変数っていうのは逆に言うと自分が関与すれば変えられる余地があること。はいはいはい、うん、これをちゃんと切り分けて考えましょうと。変数の部分にはちゃんと着目して、はい、自分なりにこんな努力をして改善をしようと図ったよっていう、はいはいはい、っていうことをちゃんと伝えるようにしましょうと。逆に定数についてはさすがに自分が関与しても構造的に変える余地がなかった、自分ではコントロール外のものだったっていうのを両方合わせてアピールするというか、伝えることでやれるべきことはやりながらも変えられないものはあったので、なので転職を考えていますっていうまとめになるわけね。なるほど、うん、ありがとうございます。確かにお客さんのためにならない商材を売るのが耐えられないので転職しますっていう転職理由だったとしたら、うん、自分自身はちゃんとお客さんのためになるように営業のリストアップをしたりとか、うん、提案内容を工夫したりとかして頑張ったんですけど、うん、そもそも商材があまり良くなかったり、うん、会社の社風的にお客さんを大事にしないっていう社風だから、うん、今回はやめますっていうアウトプットだったらいいっていうような話。そう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 、ありがとうございます。うん、8位が転職でもっと頑張れたんじゃないですか、でした。はい、では続いて7位の発表をお願いできますか。はい、7位は友達からどんな人だと言われますかですね。これはどういう意図で人事の方に聞かれるんですか。これも2つ大きくあるかなと思ってて、1つはカルチャーマッチするかどうかを見たいって感じだね。
場合によっては配属部署とのマッチと中途だったらあるかなと思ってて、その配属部署とか会社のカルチャーとかがこんな人っていうのは採用する側は分かってるわけじゃん。その人と面接してる候補者の人が一緒に共同して仕事していけるかなとか馴染めるかなとかっていうのはやっぱ考えるよね。日常の雰囲気を知りたいみたいな、面接じゃない時のキャラってどんな感じなんだろうみたいな、そういうのを知ることで自社のメンバーとの相性を考える。なるほどですね、ありがとうございます。2つ目は何ですか？2つ目としては信頼できる人かどうかを試すっていう意図があるかな。結局人間って感情で物事を判断してることが多いのね。例えばすごく仕事のできる人で論理的でプレゼンテーションが上手い人がいたとするじゃん。面接官の質問にすごいシャープに回答してきますと、なんか隙がなさすぎて演じてる雰囲気に見えるみたいな。論理的にはいいこと言ってるけど本当の素は何なんだろうって思っちゃうけど、普段のキャラクターとか、本当にある種ギャップ萌えみたいな、面接ではかっこよく決めてるけど日常ではすごいいじられキャラですみたいな感じがあるとギャップ萌えな感じがするから、あ、こんなとこもあんだねみたいな、可愛があるねみたいな、こういうとこもあって人間臭いなと、だからその人が言うことは信用できそうみたいな感覚はある。なるほど、ありがとうございます。これは答えるときになんかどう注意すればいいとかありますか？まあ、これも2つあるかなと思ってて、1つは他の面接の質問と違うのは一貫してなくてもいいよってことかな。やっぱり面接ってさ一貫性が大事ってこの動画でも結構レクチャーしてきた部分あると思うんだけど、そうですね、これについてはさっきギャップ萌えって言い方したように、はい、仕事の側面とか面接の側面じゃないとこを見たがってるわけだから奥行きや立体感を知りたいわけですよ。なるほどですね。だから一見この場ではこういうキャラって見えてると思うんですけどこんなとこあるんですみたいな意外性みたいな、そういうのを求めてるよってこと。2つ目は何ですか？2つ目としては受けてる会社のカルチャーとの合致度が高い側面を見せようってことだよね。ここはちょっと戦略的にいくんですね。まあ多少ね、そもそも合致度の高い会社を選んだ方がいいと個人的には思ってるんだけど、とはいえ自分っていう側面もいろんな面あるじゃん。親といる時の自分とか、友達といる時の自分とか多様じゃん、球体なんだよね自分っていうのも。できればその会社のカルチャーとか雰囲気っていうのを下調べしといてそこに合わせるような自分の側面っていうのを見せた方がいいよねっていう。ありがとうございます、はい、第7位が、はい、友人からどんな人だと思われていますか、はい、っていう質問でした。じゃあ続いて6位の発表をお願いできますか？あ、はい、第6位としては他社と受けてる企業がうちと全然違うんですけどなんでうち受けてるのですね。ありがとうございます、はい、これはなんかどういう意図で聞かれてるんですか？これはシンプルにその人の軸が何かを聞いていてそれが自社とマッチしてるかを見極めたいってことですね。じゃあこの質問の答え方の注意点とかって何かあるんですか？ポイント2個あるかなと思ってて、はい、1つはいわゆるこじつけをしようとしないってことですね。例えば軸って1個しかない人もいれば複数ある人もいると思うんですよ。こういう意味では3社ともこの軸に当てはまっていると思いますみたいなカウンターしようとしちゃうみたいなのがあるんだけど、はい、それはやめた方がいいよね。だからその場合は正直に A っていう軸があって B っていう軸があるんですと、どちらかというと今回の転職軸においては A ということを重視したいとは思ってるんですけど、ある意味違った側面で B という軸もちょっと捨てがたい、はい、で A という軸で御社を受けていて B っていう軸で2社を受けてるんですみたいな、はいはい、っていうふうに言われるとあ、なるほどね、別にそれは悪いわけじゃないからむしろ正直だし、はい、A という軸自体は確かにうちだねっていうふうに思ってもらえるしね。で2つ目は何ですか？2つ目としては軸をちゃんと明確にするってことだよね。自分はこういう軸なんですってことをシャープに伝えられるか、でそれと受けてる企業がちゃんと相関してるか、はいはいはい、そこが論理性が破綻してたらちょっときついよね。ありがとうございます、はい、今もお話聞いてて思ったのが、あんまり違う属性の会社を受けてたら、他社で受けてますみたいな感じで言わない方がいいみたいなのもあるかもしれないですね。そうだね、変な誤解を生まないというか、変な印象にならないからね。確かに確かに、ありがとうございます。っていうので、6位が他社で受けてる企業うちと全然違うんですけど、なんでうちで受けてるんですかっていう質問でした、はいはい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて5位の発表をお願いできますか？はい。5位としては、仕事でどんな時にストレスを感じますかですね。これはどういう意図で聞いてるんですか？2つポイントがあるかなと思ってて、1つは求人の職種とのマッチ度、どういう仕事に適性があるのかどうかっていうのを見極めたいって感じでね。で話と、もう1個はシンプルにストレス耐性が高いか低いかみたいなところでね。この質問の答え方ってどういった点を注意すればいいんですか？答え方としては3つあるかなと思っていて、1つは具体的な状況を特定することかなと。さっき言ったように適職を見極めたいみたいなところがあるわけです。業務を発注したり役割を任せる側の企業からすると、例えば今の会社はこういう業務のフローがあるんですけど、この業務工程の中のここの部分の要素はめちゃめちゃストレスでしたね、
ことが分かると、そういう部分のシチュエーションや状況環境下に置かれるとこの人はワークしなくなるんだなっていうのが分かるから、はい、自社の業務との紐付けをしやすくなる。あ、確かに、うん、2つ目としてはストレスを感じる理由を明確にすることってことかな。具体的に状況を特定するってことができていたら、その特定したことに対してなぜそれがストレスを感じるのか自分はってことが明確である必要があって、それをちゃんと共有してあげると、面接官からするとこういう時にこの人はこういう理由でストレスを感じるんだなっていうのが分かるので、それを自社の業務と紐付けて、だったらこの業務を任せない方がいいなとか、はい、この業務を任せてもいいかなとかっていうことが判断できるわけですね。ありがとうございます、はい。3つ目としては、受けている求人の業務内容にあまり関わることは避けた方がいいかなっていう感じかな。ありがとうございます、うん。この質問って具体的にどう答えたらいいんですか？大前提として、すべて結局自分のアピールにつなげていくっていうことが大事だとは思ってるよね。まあ、例えば自分は誰でもできる業務をやるっていうのは正直ストレスを感じますと。既存のお客さんを前任者から引き継ぎをして、引き継ぎ内容通りに商品を納入するとか。そういうような営業担当っていうのは結構現職の中でもストレスを感じてましたと。なので、まあ、むしろ新規開拓みたいに自分でどういうお客さんを開拓してくるかとか、そこに対してお客さんの課題を特定してどんな価値を提供するべきかみたいなところに関与できるっていう方が自分は得意だし向いてると思いますみたいな、そういうような論理に向かわせていくことが大事かな。じゃあ大前提やっぱりこういう質問来てもアピールするのが大事っていうことなんですか？まあ結局そうだよね。その場所だからね、面接っていう場所だから、まあ、確かに全てはそこに帰結するように設計するべきだよね。ありがとうございます、うん、はい。っていうので5位が仕事でどの時にストレスを感じますか、はい、でした。続いて4位の発表をお願いできますか。はい、4位としては希望しない部署に配属されたらどうしますかですかね。これってなんかどういう意図で人事の方聞いてるんですか？柔軟性とか素直さ、適応力みたいなところを見られてるかな。大前提として会社っていうのは自分の都合のいい場所ではないわけじゃん。会社や組織に自分が適応していく必要があるわけよね。でその上で優秀な人っていうのは割とやっぱり適応力とか柔軟性が高いと思っていて、はい、いわゆる能力とかスキルだけじゃないんだよね。それをなんか杓子定規にもうこれできないならやめてやるみたいな人って視野が狭いし柔軟性が低いと。そういう人は結局どんだけハイスキルでも能力を発揮させられないじゃん、会社としても。ってことは採用したいとは思われないって話なので、自分のことだけを考えて視野狭く一人称で語るっていうよりは会社組織三人称で視野広く考えたりとか、会社の利害と自分の利害を常に調整しながら重なり合う部分を見出そうとするスタンスっていうのがいわゆる柔軟性と呼ぶもので、ここも一つの能力としてすごく評価されてるよってことかな。あー、うん、なるほどですね。ありがとうございます、はい。答え方めちゃめちゃ難しいなと思ってたんですけど、どう答えればいいんですか？本社に入社した後にですね、何か外部環境とか組織との意思決定においてそれが変わった時は正直その時になってみないと分かりませんと、うん、ただその変化自体を前向きに受け止めて、むしろ自分のやりたいこととどう紐付けていくかっていうのは楽しんでいきたいと思いますみたいな、まあ、そんなようなことを言えればいいと思うので。なるほどですね、ありがとうございます。そういったところで4位が希望しない部署に配属されたらどうしますか、うん、でした。ありがとうございます、はい。続いて第3位の発表をお願いできますか、はい。3位はその志望動機って競合他社でもいるんじゃないのみたいな感じですかね。これはなんかどういう意図で面接官の声聞くんですか？主には3つあるかなと思ってて、1つ目は自社への意欲を図ってるって感じかな。例えば事前に情報収集したりとか、その上でこう思うってことを言えるってことで、より自社への意欲度っていうのをジャッジできるでしょう。2つ目としては今回のその人の転職軸というか目的というのを具体的に把握して、それを自社だったり自社の業務とのマッチ度を見極めるってことがあるよね。3つ目としては情報収集とか仮説とか、いわゆる能力値を測ってるというか、同業他社と自社の違いをちゃんと自分なりに分析して仮説立てできてるかみたいなところを見てるかな。なるほどですね、うん、だからやっぱり面接もコミュニケーションってキャッチボールだから、いきなり全部言うっていうよりは小出しにしながら聞いてもらってまた答えてっていう方がスムーズじゃん。ありがとうございます、うん。これって結構難しい質問だなって思ったんですけど、はいはい、答える上での注意点って何があるんですか？主に2点あるかなと思っていて、同業他社と受けてる会社の違いをちゃんと調べて明確にしておくっていうのが1個かな。で、2つ目としては一般論ではなくて自分論で重要性を語るってことかな。調べた上で自分にとってはこれが重要ですって伝えるっていうこと？そう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 。へえ。例えば会った社員の人が良くてとか、抽象的だし一般論でしょそれみたいな、はい、なんかリアリティがないじゃん、誰でもそう思うよねみたいな、はい、それが一般論で、自分論っていうのは自分の軸と照らし合わせて自分はこれを大事にしてるからこの違いをこう解釈するんですってことが言えるかっていうのが大事だね。ああ、なるほど、うん、ありがとうございます、はい。っていうのは
3位、今年も動きって他社でも言えるんじゃないですか、はい、でした。続いて2位の発表をお願いできますか。はい、第2位はうちの商品を実際に提案するとしたらどんな提案しますかですね。これはどういう意図で聞くんですか。これは2つあるかなと思ってて、1つは自社の商品とか事業についてちゃんと理解してるかっていうのが1個、2つ目はどんな営業スタイルなのかとか能力値を実際見てみて確かめたいというか、例えばどういうふうに仮説したりどういうふうにヒアリングするのかとか、まあ、そういうようなものを実際にケースで見てみたいということね。ありがとうございます。これ答える上で注意点とかってありますか。これは商品価値に対する理解とお客さんの課題を理解しているかってことがすごく大事で、ね、ありがとうございます。はい、流行る第一の発表をお願いできますか。はい、流行る第一位は仕事で重要視している価値観は何ですかですよね。おー、ありがとうございます、うん、これも確かにめちゃめちゃむずいですね。なんか問答のようなね答えのない哲学みたいな。はい、まあ、確かに答えない中でなんでこういう質問を人事の方がするんですか。2つあって、1つはカルチャーマッチで、2つ目はビジョン共感とか会社の方向性へのマッチ、この2つを見極めてるって感じかな。ありがとうございます。この質問答える上での注意点って何かあるんですか。2つあると思ってて、はい、1つは素で話すってことだよね。もちろんその会社が求めているものを言うっていう面接の場ではあると思うんだけど、はい、それを寄せてる時点で結構きついと思ってて、仮に通過して入社した後にミスマッチにして早期離職しちゃう可能性が高いわけじゃん。はいはい、さすがにこれをちょっと寄せることって結構リスクが高いなとは思う。なので素でちゃんと話した方がいいんじゃないかなとは思うね。はいはいはい。2つ目は2つ目は素である前提の中でちゃんとその受けてる企業と重なる部分をアピールしていくってことですね。ありがとうございます。はい、はい、ということで第1位が仕事で重要視している価値観は何ですか、うん、はい、でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。疲れました。ありがとうございます。ちょっと全体的にまとめると、はい、印象としてはどんな質問でも臆することなく全てアピールに紐づけるのを意識するっていうのが大事なのかなっていうふうに思いました。面接はいわゆるクイズとか正解がある話ではなくて、さっきも言ったように無理やりこじつけるっていうのは良くなくて、あくまで大前提自分の軸をまず明確にして、はい、その上で志望企業の意図に沿った回答をするっていうのが大事なのね。なのでやっぱり自分の軸をちゃんと言語化して特定するってことが全ての転職活動の第一歩だと思いますね。ああ、うん、なるほど、ありがとうございます。でもなんかこの軸を定めるってどうやっていけばいいんですかね。転職のプロに相談した方がいいんじゃないの。転職のプロっていうのは転職エージェントとかですか。マジキャリですね。マジキャリって何ですか。マジキャリというのは弊社アクシスが提供している個人向けキャリアコーチングサービスなんですけれども、エージェントと違って求人紹介はしないんですよ。その代わり個人の方からお金をいただいて 120% 個人の方だけを向いてですね、転職キャリアサポートしていくというようなサービスになってますと。さっき自分の軸がないと結局紐付けようがないって話がしたと思うんですけど、こういった面接の難問にも答えられませんよと。なのでちゃんと失敗しない転職をするためにきちんと自己分析をしてですね、その人の軸というのを言語化しますと。それ以外にも実際にその軸に紐付けた求人の選定ですとか、その後の選考対策、内定獲得をするためのフォローとか、そういったことだったり、あとは最終意思決定をする際のフォローみたいなところまで全てフルパッケージで提供しているようなサービスになります。これさえあれば転職の軸の言語化はバッチリみたいな感じですね。間違いないですね。概要欄にですねマジキャリの URL を貼ってますので、こちらの方にですね、初回60分に限りなんですが無料体験でもご提供しています。月内でいうと数に限りがあるので、ぜひお早めにお申し込みをお願いします。あとはですね、転職の基本の木みたいなところを知りたいって方も多いと思うので、そういった方についてはですね概要欄に LINE の URL 貼ってますので、友達登録だけお願いします。友達登録いただいた方限定にですね、無料の転職市場価値診断をご提供したりですとか、転職のノウハウをコンテンツとしてお届けしてますので、ぜひご覧ください。いかがでしたでしょうか。今回はですね、完全対策、面接で聞かれる難問トップ8ということでですねお送りしてきたんですけれども、この動画が少しでも良いなと思った方はですね、高評価とですねチャンネル登録をぜひお願いします。最近7万人を突破しましたので、8万人10万人とどんどん多くの方に見ていただきたいなと思いますので、ぜひご協力をお願いします。あとはですね、こういった皆さんが困ってるような、転職キャリアについての話題を取り上げていきたいなと思ってますので、ちょっとしたことでもいいのでコメント欄にですね、こういうことに今悩んでるんだよねっていうふうに書いていただいたら、そちらを参考に動画を作っていきますので、ぜひコメントをお願いします。バイバイ。バイバイ。